ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回はブルガリアの預言者である、ババヴァンガについて話をしていくぞ。よろしく頼むわね。では、早速行ってみよう。ゆっくりしていってね。まずはヴァンガとはどんな人物なのか、話をしていくことにするぞ。確か、私の聞いた話ではアジア系のおばあちゃんって感じだわ。確かに否定はできないが、ヴァンガは先ほども言ったように、ブルガリア共和国出身の預言者だ。また、彼女の預言は高い的中率を誇っていたことから、多くの著名人から、高い評価を得ていたと言われている人物なんだ。著名人ってことは芸能人などが多かったの？いや、芸能人だけではなく、政治家、王室関係者が多かったと言われている。え、政治家とか王室が、ヴァンガの預言に関心を持っていたなんてすごいわね。そうだな、政治家の中には、第二次世界大戦で活躍したドイツの国家元首が、ヴァンガに戦いについての予言を聞きに来たと言われているくらいだからな。第二次世界大戦中のドイツの国家元首ってまさか、あの人なのかしら。そうだぜ、いろいろな事情で名前は出せないけど、例のお方とだけ言っておこう。なるほどね、あの人は予言とかを気にする人ではないと勝手に思っていたわ。確かに少し意外だと思うかもしれないけど、オカルトが好きだったとも言われているからな。また、ヴァンガの予言は先ほども言ったように、的中率が高かったので、ブルガリア共和国政府は、ヴァンガの予言内容を国家機密として扱っていたんだ。予言が国家機密になるとかやばすぎだわ。その件についてさらに具体的に言うと、ヴァンガの死後に、ブルガリア共和国が国家機密にしたと言われているんだぜ。亡くなった後に予言が国家機密になった理由は何かあるの？それについては詳しいことはわかっていない。だけど、一般的な考察では、ヴァンガが行っていた予言の内容が当時の国際情勢において、発表できない内容があったからと考えられているぞ。なるほど、そういうことなのね。それで、ヴァンガはいつ頃に亡くなってしまったの？ヴァンガは1996年8月11日に亡くなってしまったぜ。そうだったのね。それで、死因は一体何だったの？死因は乳がんが原因だと言われているな。なるほどね。それで気になるのは、ヴァンガはどうして予言ができるようになったのかしら。ヴァンガが予言ができるようになった理由は12歳の時に、失明してしまったことがきっかけだと言われているぞ。え、どうして失明してしまったの？それは、ヴァンガが12歳の時に嵐に巻き込まれてしまい、巻き上がった砂がヴァンガの目を直撃したからだそうだ。そうだったんだ。でも、そのことがきっかけで予知能力が身についたということなのね。それで、ヴァンガはどうやって予言を行っていたの？ヴァンガの予言の方法は次の通りだぜ。普通には見えない生き物が、ヴァンガに対して予知夢を見せるそうだ。その予知夢を見ることによって、予言を行うことができるらしいぜ。え、人間の目には見えない生き物って一体何なのよ？それは現在でも詳しいことはわかっていないぜ。ただ、一説では、映画の ET のような生物だったと言われているな。つまり、宇宙人の力によってヴァンガは予言を行っていたのね。そうだぜ。また、ヴァンガはその生き物について、次のことを語っているんだぜ。予知夢を見せてくる生き物の正体ははっきりとはわからないが、おそらく、神の使いではないかと語っていたんだ。なるほどね。それでヴァンガはこれまでにどんな予言をしているの？たくさんあるので順番に解説していくぜ。まず、最初は第二次世界大戦の勃発だな。この予言内容は的中しているってことね。確かに予言の内容は的中しているけど、世界大戦が勃発するまでの経緯は、予言していなかったの？残念ながら、そのことに関して詳しいことはわかっていないぜ。だけど、ヴァンガが第二次世界大戦が勃発する前に、予言を発表していたことは間違いないと言われているんだ。その他の予言の内容はどんな内容があるの？数が多いので的中している予言を一気に紹介していこう。よろしく頼むわ。チェルノブイリ原発事故、米ソの冷戦終了とソ連の崩壊、ダイアナ妃の死去、クルスク原子力潜水艦事故、アメリカ 9.11、スマトラ島沖地震、オバマ大統領の誕生、東北地方太平洋沖地震と福島第一原子力発電所事故、イスラム国の台頭、などだな。かなりの数の予言を的中させているわけね。それに、ヴァンガが亡くなった後の予言まで的中させるのはすごいわね。それで、ヴァンガはさっきの予言をどのような言葉で残しているの？かなり特殊な言葉で残しているな。具体的に言うと次の内容だぜ。アメリカで鉄の鳥が双子に衝突して、大勢の人々が死ぬと言っていたんだ。これは一体どんな予言なの？これはアメリカ 9.11 のことを予言している内容だと考えられている。具体的に言うと、鉄の鳥が飛行機のことを指し、双子は飛行機がぶつかったビルを指していると考えられているんだ。確かに予言の言い回しが特殊だね。別の予言内容はどんな感じなの？別の予言の内容は次の通りだぜ。第44代アメリカ合衆国大統領は黒人である、という予言だぜ。
この予言内容に説明はいらないわね。なぜなら、アメリカの第44代の大統領はオバマ大統領だもんね。確かにバンガはこの予言を的中させているけど、別の予言では、オバマ大統領で大統領制は廃止されると予言していたんだ。え、そうだったの。つまり、片方の予言が的中して、片方の予言が外れたというわけね。そういうことだぜ。また、バンガは第45代大統領には、興味深い予言を残しているんだ。それはどんな予言なの？具体的にバンガの予言をもう少し見てみよう。第45代のアメリカ合衆国大統領は、未知の病気に屈するだろう。この病気は大統領の耳鳴り、難聴、外傷性脳損傷を引き起こすだろう。オバマさんの次の大統領はトランプ大統領だったけど、トランプさんはそんな病を抱えていたかしら？持病があったことは明かされていないが、コロコロに感染していたな。確かに感染していたね。少し話はそれるけど、アメリカ合衆国の歴代大統領の中には、持病を隠すことがあったと言われているんだ。具体的に言うと、ケネディ大統領は内臓疾患や重いアレルギーを抱えていたと言われているし、ルーズベルトも病気で急性しているからな。確かにそうだったわね。それじゃ、話を戻して次の予言の内容を解説していくぜ。バンガはヨーロッパは2016年までになくなると予言しているんだ。この予言は完全に外れだわ。そうだな、正しい解釈によっては的中しているとも言えると思うぜ。具体的に言うと、2020年にイギリスが EU を離脱しているので、おそらくそのことを予言していたのではないかと考えられているぜ。でも、予言されている西暦が違うように思うわね。確かにな、だから、先ほど解説したバンガの、的中した予言の項目からこの内容は外しているぜ。なるほどね、それで気になるのは、最近のロシアとウクライナ問題に関する予言なんだけど、バンガは何か予言していないの？ウクライナについては予言していないけど、ロシアについては予言しているな。バンガは現在のロシアについて、次のように予言しているぜ。氷のように全てが溶ける、そして、一箇所だけ手つかずの、領域が残るだろう、それはウラジーミル、ロシアの栄光である。多すぎる犠牲者が出るが、誰にもロシアを止めることができない。ロシアが全てを取り去ってしまうだろう、全てが取り去られた後は、ロシアは残るだけではなく、世界の覇者となるだろう。この予言の内容は一体どういうことなの？解釈は人によって異なるけど、まず、この予言がロシアのことを、指していることは間違いないぜ。それはよくわかるわ。それで、おそらくロシアが核兵器を使って、世界を滅ぼそうという意味の予言だぜ。なるほどね、それでウラジミールとはどういう意味なの？それはプーチン大統領のことだと考えるのが自然だと思うぜ。プーチン大統領の本名は、ウラジミール・プーチンだからな。じゃあ、プーチン大統領が核を使うってことになるの？そうだな、それに関しては何とも言えないな。だけど、予言を信じればその可能性は高いと私は思っているぜ。また、この予言に関しては続きがあって、バンガは次の内容を、予言しているんだぜ。ロシア政府はプーチンの失脚を狙うが、失敗に終わってしまうそうだ。確かに一説では、ロシア国内でプーチンの失脚を狙っている説があるわ。そうだな、今後のロシア国内の動向によって、バンガの予言が的中する可能性があるんだぜ。確かにそうだね、それで、バンガは予言以外で、何か気になる話を残していないの？あるぜ、正確に言うと予言でないけど、ある歌手の死をバンガは見抜いていたと言われているんだ。予言だけではなく人の死に目を見抜けるなんて、バンガは恐ろしい女性だね。確かにな、それでこの話を具体的にすると、1976年にユーゴスラビアの、歌手、女優として活躍する、シルバーナ・アルメンリッチが、バンガの元に訪れるんだ。その際にバンガは外を眺めて、アルメンリッチと話をしなかったぜ。どういう状況なのよ、もしかして、バンガは何か理由があって、話をしようとしなかったってことになるの？そうなんだよ、とりあえず、その場でバンガはせっかく自身の元に訪ねてくれた。アルメンリッチに悪いと思い次の言葉を残しているんだ。現在はあなたと話すことはできません。しかし、あなたが3ヶ月後にここへ来れば、いろいろと話をしましょう。全く意味がわからないね。もしかして、バンガにとって話せないことがあったのかな？いい読みだと思うぜ。実は、この出来事から3ヶ月後に、アルメンリッチは交通事故で、亡くなってしまったからな。そうなの、それはさすがにヤバすぎるわね。じゃあ、もしかしてバンガはそのことを知っていたから、話そうとしなかったの？おそらくそうだと考えられるぜ。なるほどね、でも、私だったらアルメンリッチに事故の危険性について、話してしまいたくなるけどね。それで、ここまでのバンガの予言はすべて過去の内容だけど、未来の内容は予言していないの？もちろん、予言しているぜ。ただ、予言の内容がたくさんあるので、一部を抜粋して私が読んでみるぜ。了解。2023年に地球の軌道が変わるでしょう。2025年にヨーロッパは、
過疎化が深刻的な問題となるでしょう。2028年に新たなエネルギー源が発見されるでしょう。2088年に人類にとって深刻な病が発生します。2097年に病気を完全に治す治療法が確立されるでしょう。2100年に人工太陽が完成し、地球の暗がりを照らすようになります。2183年に火星のコロニーが誕生し、やがて、核保有国になり、地球からの独立を要求するでしょう。2273年に白人、黒人と黄色人種が、一つの新しい人種を形成します。2288年、タイムトラベルが可能になります。3005年、火星と地球の戦いが怒り、地球の軌道が変更されます。4304年にどんな病気も克服できる方法が見つかるでしょう。4308年に突然変異により、人はついに自分の脳の 34% 以上を使用するようになり、悪と憎しみの概念が完全になくなります。4509年、人は最終的に紙と通信できるレベルに達します。5079年に世界が終わりを迎えます。ものすごくたくさんの予言がされているわね。そうだな、でも、この内容はほんの一部なんだぜ。実際にはもっと細かく、いろいろなことが予言されているんだ。5079年に世界が終わってしまうんだね。そうだな、予言の内容を信じればそうなってしまう可能性はあるけど、ものすごく先のことなので全く想像できないぜ。でも、2028年に新エネルギーが発見されるというのは気になるわね。確かにな、また、この新エネルギーに関しては、すでにいろいろな考察がされているぜ。そうなの。具体的に言うと、新エネルギーとなる可能性が高いのは、人工太陽だと考えられている。太陽ってあの眩しい太陽だよね。そうだぜ、あの太陽だ。実は海外では結構人工太陽に関する研究が進んでおり、新エネルギーとしての期待が高まっているんだ。それは楽しみね。それで、2088年に人類を襲う病気ってなんだろうね。これについては、早く年を取ってしまう病気だと説明されているぜ。やばすぎる病気ね。そうだな、この内容は予言であってほしいぜ。他にも、今回は紹介していないけど、バンガは宇宙に関する予言をたくさんしているんだ。言い方は悪いけど、ブルガリアのおばあちゃんがよくそんな予言をできるわね。そうだな、そう考えるとバンガは凄まじい予言の能力を持っていたんだろうな。確かにそれは間違いないだろうね。さて、このように話をまとめると、バンガはものすごく先の世界のことまで、予言を行っていた人物なんだぜ。やっぱり、バンガは世界を代表する予言者だと思うわ。確かにそうだな、バンガを紹介した時に話をしたけど、彼女の予言が国家機密になっているのは、納得がいってしまうと思うな。そうね、予言の内容が細かくて、ヤバすぎる内容が多すぎるからね。でも、正直なところ、外れてほしい予言もたくさんあるわね。そうだな、それは間違いないな。それじゃ、今回はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。